はじめまして、東京大学の神田真嗣と申します。私は古代魚ポリプテルスを用いて遺伝子と細胞の進化を調べる研究を進めています。脊椎動物は全遺伝情報が2倍になる全ゲノム重複を3回経験したと言われています。それぞれの全ゲノム重複は 1R、2R、3R と呼ばれており、私は特に食卓に上る魚の大半を占める真骨魚類に起きたとされている 3R に注目しています。重複した遺伝子では片方の遺伝子がその機能を失う確率が高く、遺伝子数そのものは時間とともに重複前と同程度に戻って落ち着いていきます。しかし一度は遺伝子が2倍に増えることになるため、進化の自由度と許容度は上がり、結果的にゲノム配列に大きな変化が生じたのではないかと考えられています。それでは遺伝子の進化速度の増加は魚のシステムや形にどのような影響を与えるのでしょうか。私はこの疑問を明らかにすべく研究を進めています。研究対象は 3R が起こる前に分岐した古代魚ポリプテルスと、起きた直後に出現したと考えられているアロワノブであるバタフライフィッシュ、この2つを用います。今回両者の持つ2つの生殖を制御するホルモン FSH と LH に着目します。これらのホルモンは祖先型の脊椎動物では同じ細胞から作られているのですが、メダカやゼブラフィッシュのような真骨魚類のモデル生物では別々の細胞が作っているということが知られています。今回の研究目的は FSH と LH を別の細胞が発現するようになる進化上でのタイミングが上気類と肉類の分岐の影響なのか、あるいは 3R の影響なのかということを調べていくことです。もし今回の分岐が 3R の影響であるということが分かれば、全ゲノム重複が生理的な形の大きな変化を伴う形の変化に貢献するということが見えてくるのかと思います。ご支援いただいた方には今回使用する古代魚のイラストをプリントした T シャツなどのお礼を用意しております。ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。